な若造で大丈夫なのか。ガーラ様はその辺の若造とは違う。知るわけねえ。どっちもだ。俺だってそうだ。うす、この葉崩しの首謀者みたい。あいつらがいなければ。ヒルゼン様は。だからじゃないっすか。分かってる。この葉が偉そうに言ってんじゃねえよ。五影階段を襲ったのもこの葉の抜け人じゃねえか。みんなまだお互いを信用しきれてない。この野郎。てめえ。おい、霧隠れの今なん。この葉の野郎。雪か雲隠れ。どうせまた裏切るつもりだろう。何度か。うわ、私はお前たち砂に殺された。第1次から第3次までの長きの憎しみは力を欲し、つて俺も憎しみであり力であり、世界と人間を憎滅ぼそうと考えた。この葉の一人の忍びがそれを止めてくれた。痛いほど分かるんだってばよ。ガーラ。その者は敵である俺のために泣いてくれた。彼は俺を救った。彼は同じ人中力だった。今ここに敵はいない。なぜなら皆暁に傷つけられた痛みを持っている。霧も雲もない。あるのはただ忍びだ。それでも砂が許せないの首を跳ねればいい。みんなの顔つきが変わった。俺は友を守りたい。そしてこの世界を守りたい。俺は若すぎる、浅すぎる。砂の力を貸してくれ。さっきはすまなかった。ああ、俺も悪かった。俺の方こそすまなかった。巌流さん、どうして。同じ痛みを持つ忍びが一つになる。同じ忍びだな。ここは一つになって暁をぶっ潰そうぜ。強い熱を持った連中ほどまとまった時は強くなるじゃん。仲間の匂いじゃ覚えねえわけにはいかねえな。犬塚家の鼻にかけてね。俺に続け。立ってばよ。やるじゃねえ。寂しくてやるせない。だがやるぞ。第4次忍海大戦、我々が勝つ。じゃあ一丸となって命尽きるまで戦おう。